計画中止となったイージス・アショアの代わりに、イージスシステムを搭載した艦船の建造が開始されています。さらに、スパイ7レーダーシステムのデモンストレーションが行われ、その革新的な能力が実証されたという報告をキャッチしました。今後の展望として、海上自衛隊は、この新型イージスシステムスパイ7を装備する計画があることから、その性能詳細に注目します。今回詳しく見ていきますね。また、防衛予算は、GDP の 2% に相当するまで増加予定で、中国の軍事的圧力に対抗するために、長距離攻撃兵器の導入を、1年前倒しで進める方針です。これにより、日本の防衛戦略の次の一手が注目されています。2024年現在の日本は、今の自国を取り巻く安全保障環境を、太平洋戦争後の79年の中でも最も悪化した厳しい時期にあると判断しており、昨年2023年度分から、防衛予算案の総額を段階的に引き上げていく方針を打ち出している。2021年10月に発足した現岸田政権は、そうした背景を受けて、2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円とする施策を進め、これは対 GDP 比で最終的に 2% を超過するものとなる。こうした岸田政権による防衛予算の増額は、勝手長期政権を維持した故、安倍晋三氏の政権においても無視えなかったものであり、単純に比較することは難しいが、国際情勢の変化が日本の世論の変化を後押しした結果とも言えるだろう。日本の周囲を取り巻く安全保障環境の悪化とは、核開発や各種のミサイル開発を止める気配などみじんもない北朝鮮や、言うまでもなく、2000年以降に急激な勢いで軍拡を推し進める中国の脅威が高まったことに起因している。すでに日本の最大の仮想敵国が中国となって久しいが、2022年2月のウクライナへの軍事侵攻以降は、ロシアも北方領土方面をはじめ、日本への威嚇行動を強めており、こうした敵対する隣国の動きが活発化していることは間違いない。そのような中で、防衛予算の大幅な増額へと舵を切った日本では、これまで保有してこなかった長距離打撃兵器を反撃能力と表現して整備していく方向にあり、それらをまとめてスタンドオフミサイルと呼称している。スタンドオフミサイルの大まかな定義は、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃が可能なミサイルのことを指しており、自軍のそれらのミサイルの発射母体を危険にさらすことなく、敵軍の標的を排除するものと説明されている。日本が保有をすべく、開発や調達を進めているスタンドオフミサイルの代表例としては、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾が挙げられ、また、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルもこれに該当する。これら国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾、そして、トマホーク巡航ミサイルに共通している要素は、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃も長距離から担い得る点であり、この点において、従来の兵装と一線を画している。しかし、政治的に見れば、射程距離がおよそ 1000km を超えるこれらのスタンドオフミサイルは、左派を中心とする勢力からは、自衛隊が憲法上で保有を禁じられている攻撃的な兵器に当たるとして、折につけ、今の政府の方針を非難している。日本の伝統的とも言える左派の代表として、今も根強く、一定数の支持基盤を有する日本共産党などの考えは、その機関紙である赤旗の紙面上の主張にて、当然、これらのスタンドオフミサイルの保有を激しく非難している。かつての東西冷戦時代は、長距離攻撃が可能な兵装は敵基地攻撃能力と呼称されてきた経緯があり、その、いかにも攻撃的な名称は、国民にマイナスの印象を与えかねないと判断されたのか、今の日本政府は、これを反撃能力と呼び換えることで、批判の矛先をかわそうとしているようだ。個人的には、そのような政治的な対応が理にかなったものであるのか否かの判断はつかないが、これだけ尖閣諸島周辺における中国の圧力の増加や、台湾に対する同国の武力による恫喝を目の当たりにすると、
その必要性は論じるまでもないとは感じてしまう。そのそも、兵器自体を攻撃的なものか、防御的なものかに線引きすること自体が今や困難であり、敵から攻められないように、事前に対処方法として長距離打撃兵器を準備していかなければ、攻撃を受ける可能性は格段に高まることは想像に難くない気がする。そうした今の日本が置かれた安全保障上の厳しい状況を打破する一策として、先に挙げた各種のスタンドオフミサイル類を多数搭載しようというコンセプトのもと、建造が行われようとしているのがイージスシステム搭載艦であろう。イージスシステム搭載艦は、2020年6月まで、秋田県と山口県の2カ所に設置が予定され、日本の今後のミサイル防衛を支える切り札と目されていた、陸上配備型のイージスアショアに変えて2隻が建造されることとなった艦艇である。イージスアショアは、秋田県と山口県の2カ所の陸上自衛隊の管轄下の地に設置することで、日本全国を365日24時間体制でミサイル防衛を可能とすることが期待されていたのだが、装備する迎撃弾である SM-3 の問題から導入が中止された。これは、飛来する敵の弾道弾を迎撃する SM-3 には、発射後に加速をするためにブースターが取り付けられているのだが、打ち出され、役割を終え不要となったブースターを切り離すにあたり、その落下位置を制御することが困難という理由であった。この当時の報道によれば、イージスアショアから発射される SM-3 のブースターの落下位置を確実に制御するには、使用されるソフトウェアへの改修が必須であり、その費用と開発に要する時間的な余裕がないと判断された形とされた。乱暴な素人考えでは、落下してくるブースター部分に対し、近隣に迎撃用の機関砲や小型のミサイル等を配備することで、危険性を低減させることも考えられたのではないとも思うのだが、まあ現実には難しいのだろう。イージスアショアは、そもそも、イージス艦に搭載されている SM-3 発射用の VLS 垂直発射艦と、敵目標を探知し追尾するレーダーを陸上に設置するように改めたもので、その意味では、新技術が用いられたものとは言えない。この時、イージスアショア用に用意されたレーダーが、ロッキード・マーティン社が開発したフェーズドアレーレーダーのスパイ7であり、2018年7月には、時の日本政府は、これを2機購入することを決定した。イージスアショアの導入中止が確定した後も、すでに発注していた、このロッキード・マーティン社製のフェーズドアレーレーダーのスパイ7を、キャンセルするには違約金が生じるとも言われ、代替するイージスシステム搭載艦でも、その流用が行われる。この点に関し、日本の一部の軍事関係者からは、イージス艦の代名詞たるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新のバージョンにあたるフライト3では、レイセオン社製のスパイ6が採用されたことを受けた批判が見受けられた。いわくアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新バージョンである、フライト3のレーダーに、レイセオン社製の AN-SPY-6 が選ばれたということは、以後の海上自衛隊のイージス艦も、それに準じる可能性が高く、イージスシステム搭載艦との連携が危ぶまれるとする指摘だった。しかし、フライト3以前のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のレーダーは、スパイ7と同様に、ロッキード・マーチン社製の AN-SPY-1 系統のものであり、日本の現行の8隻のイージス護衛艦もそれらを装備している。そのため、ロッキード・マーティン社製のスパイ7と、レイセオン社製の AN-SPY-6 とは、性能面でもほど同等だとアメリカでも評価されている上、当のアメリカ海軍でも両者を併用して使用していくことに異論は見られていない。すでに、2022年頭に、ロッキード・マーティン社は、スパイ7が、イージス武器システムの BLJ-7B と連動したテストにおいて、SM-3 のブロック 2A を用いて、敵の弾道弾との交戦能力が実証されたとのコメントを発している。日本でのイージスシステム搭載艦の建造も、一番艦が、三菱重工業社社によって、今年2024年中には寄港される予定となっており、進水は、2026年、収益が2027年止めされているため、並行して、
スパイセブンの最終的なテストの完了も伝えられるのだろう。日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が2点3点する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でも、かなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット・エアーシステムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主幹になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも高圧タービンは低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから具体的温度はわからない。でも EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力 30% 割増し。当然、バックには、ハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は、正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、
となるとは限りません。今までのように、日本は大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょう。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで、日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期、戦闘機用エンジンシステム、その1、で、契約相手は、IHI で、契約金額は158億円。2022年度は、同じく、その2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり、IHI、契約金額は164億円です。これが、次期、戦闘機エンジン設計予算から、出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを、次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて、影も形もありませんよ。日本は、IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外に、どの企業が IHI が設計したエンジンを製造すると言うんですか？イギリスは、2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は、XF9 の段階で、摂氏1800°C 以上を叩き出したんだけど、EJ200 戦闘機のは摂氏1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には、日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、それぞれ、自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールス・ロイス社は、自前のエンジンをつけられるなら、やっぱりつけたいでしょうね。となったら、日本のエンジンのライセンス生産にするとか？タービンブレードとか一部のネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度なんだ？ロールス・ロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として、日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF9 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なんですかね？イギリスで2027年に飛行させる実証機を、EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかと、とっくに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンで、一体何があるんですか？イギリスには、EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だって、ドライ8トン。AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールス・ロイス社が作ったものだった。要するに、ロールス・ロイス社が自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してアゲンタでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？
そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールス・ロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は、日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。ついに、モガ、ミガタ護衛艦が、VLS 装備のため、改造という情報をキャッチしました。今回は、モッガミガタ護衛艦への後日装備のはずだった VLS について見ていきます。日本の防衛を考える上でのガイドラインになっているのは、安全保障政策の基本指針として定められ、時の政府閣議決定で進められる国家防衛戦略です。2022年12月に、最新版の策定が行われたそうです。国家防衛戦略は、それ以前までは、防衛計画大綱と呼ばれていた文書で、2022年末に、現在の名称に変更になったが、その内容は、最後だった2019年度以後の防衛計画大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形になっているそうです。その国家防衛戦略の中では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を置いているようです。4個護衛隊群、2個護衛艦、掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊を、その戦力の中核部隊として位置づけています。それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳ですが、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻体制が明示されていて、それ以前と比べると、最後の哨戒艦という艦種が新たに追加された状況と言えるようです。護衛艦54隻、潜水艦22隻体制は、2014年度以後の第25期防衛計画大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は同数と比べると、体制像が打ち出されたものになっています。そんな海上自衛隊艦艇の中では、造成基調にある護衛艦ですが、2024年時点で、イージス護衛艦 DDG 8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH 4隻、以下、汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況になります。2023年度からの防衛予算案増額に伴い、護衛艦の中で最も高額なイージス護衛艦2隻の新規建造が決まっています。日本独自のイージスアショア代替目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されています。一体、いくらお金がかかるんでしょうか。こうした状況下で、数の上で、今後の海事艦艇の中核となると見られているのが、2022年春から収益を開始したのが三型護衛艦で、直接的には、阿武隈型護衛艦 DD 代替目的で配備が始められた艦艇です。モッガミガタ護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体で、海事艦艇としては、
初の監視記号 FFM が付与された艦としてもよく知られているそうです。コノモが味方護衛艦新造にあたって付与された新たな監視記号である FFM について説明します。艦艇の規模を表すフリゲート FF、多用途、対機雷戦闘を表す M から命名されたと言われていて、汎用性の高い水上戦闘艦を目指していることが伺えるようです。モッガ味方護衛艦は、機関構成としてコダグ方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせていて、最大出力7万馬力で、最高速度は30ノット以上と公表されています。低燃費と高速性能の両立を図っている艦ということでしょう。兵装としては、62口径5インチのマーク45を、主砲として、1機、マーク41型 VLS を、1機16セル、近接防空用シーラムを1機、対艦攻撃用としては、国産の人7式 SSM4 連装発射筒を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を、2機等の装備が前提となっています。フリゲートは、他国の排水量で言えば、4000トンから5000トン台の同クラスに分類されます。主兵装である VLS、垂直発射艦を32セルや24セル等装備していることと比べると、モッガ味方護衛艦の兵装は比較的抑えめと言えるかもしれません。しかし、モッガ味方護衛艦最大の特徴は、その外観から容易に想像できる高度なステルス性能なのです。艦橋上部に、複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積低減を強く意識していると見て取れます。それだけではありません。目下、味方護衛艦は小人化にも注力されていて、定員の乗組員数は約90名とされています。同艦が代替対象とした阿武隈型護衛艦は120名ですから、25% も乗組員数の削減を実現した艦艇になっています。さらにもが、味方護衛艦は、満載排水量5500トンもの大型水上戦闘艦なのに、従来は、もっと小型の専用掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力も与えられているので、コンセプトの多用途性の実現が図られていると言えましょう。この追機雷戦闘用としてもが味方護衛艦には、専用の対機雷戦用の99911ソーナーシステムを実装しています。また、無人機である、機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機、UUV、OZ5 を運用する能力も備えているそうです。敵の散布した機雷を取り除く機能に加えて、目下、味方護衛艦は、簡易型の機雷敷設装置を実装するので、自身が機雷敷設もできるようになっていて、有事の際には、対象となる海上封鎖にも、その能力が期待されているのです。数々のこうした新機軸の導入によって、多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にはない機能を実現させたのが味方護衛艦。阿武隈型以後の初雪型や朝霧型の DDO も、すべての大隊となるべく22隻という大量の建造も考えられていると推測された時期もあったそうです。特に2018年度に出された関係文書の中には、目下、味方護衛艦は2018年度以後2037年度までの間に総数22隻を建造し、各々の艦艇を建造から40年間維持運用するという記述があり、前述の推察が現実味を帯びていたようです。しかし、2023年1月末、防衛装備庁が、目下、味方護衛艦の次級となる新型 FFM の企画、提案を行う事業者を募る工事を行ったのですが、同艦の建造は、2023年度分までの累計12隻で終了することが明らかになりました。ここで、防衛装備庁は、新型 FFM を、2024年度分から10隻新造する方針を示しました。さらに、同年8月末には、新型 FFM の建造を、2024年度から2029年度までの6年間で、総数12隻とすると発表したのです。この方針変更の理由は、現行のもが、味方護衛艦の使用に、不十分な点があると判断したせいだとは説明されていませんが、
日進月歩を続ける軍事技術の速度に対して、既存艦を22隻も建造を続けることに疑義が生じたと見る向きが多いようです。さて、さらに、新型の FFM 建造計画も動き出した中で、既存の藻が2型護衛艦は、6番艦阿賀野が、すでに、2022年末に進水を終えており、2024年3月には実戦配備される予定です。そして、7番艦に、淀と8番艦優別も寄港されています。ちなみに、これらの艦名は、日本の河川に由来しています。に、淀は、ニヨドブルーが、有名な四国の川ですし、優別は北海道の優別川ですね。残る4隻の藻が2型護衛艦も、計画通りに、2023年度計画で2隻、2024年度計画で2隻が建造予定で、2025年度分以降では、2隻の新型 FFM の建造費用として1747億円を予算要求する予定らしいです。このようにもが、2型護衛艦の建造が続く中で、2024年3月6日に、海事の幕僚長が行った記者会見で、同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦もが、身から10番艦までの10隻に新造時に装備されないことへの質問が飛びました。もが、味方護衛艦の主兵装である、マーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは、建造時には実装されず、後日装備という対応が続けられていたためで、一部の SNS 上では、この事態を憂慮して、もが、味方護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も上がったほどです。もが、味方護衛艦のマーク41型 VLS 1機16セルについては、運用すべきミサイル選定に時間がかかるとして今日に至るまで実装されていません。予算は2024年分まで調達が組み込まれているのですけどね。前出の幕僚長はこの質問に対し、もが、味方護衛艦へのマーク41型 VLS 1機16セル装備についての時期の明言は避けましたが、予算は確保済みなので、しかるべき時期に、部隊運用に支障が生じないタイミングで実装すると返答したそうです。折しも、ちょうど、オーストラリア海軍が、既存のドイツ MEKO200 型フリゲートをベースとした同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つとしてもが、2型護衛艦を挙げたこともあって、世界でも注目されているようです。